時刻は深夜12時30分を回りました。ネオジャポニズムの辰巳さやかとネオジャポニズムの瀬戸美里香です。はい、そしてお笑いコンビ学天則の奥田修司です。ここからの30分は戦うがコンセプトのアイドルグループネオジャポニズムのメンバーがラジオで様々なことにチャレンジするネオジャポのファイトフォーザレディオのお時間です。イエーイ。さあなんかもう1オクターブ上がらないですか。イエーイイエーイイエーイ。11月7日はこれ24節気でいいんですかね。24節気ですね。ね、24節気の一つ立冬、はい、ですって、はい、冬が始まるよっていう日、今日から冬ねっていう決まり、暦の上ではこういう決まりですね。だいたい11月7か11月8、うん、まあなんか年によりますけどどっちか、うんうんうん、まあ、今日から冬だよっていうことで、はい、まあ立冬に合わせて鍋の日というのもね、わ、素敵、設定されてるらしいですけれども、冬の思い出あります、はい、冬に食べたいもの、食べなんか冬に行きたい場所、それとか行った場所とか、冬好きですか、まず冬見るかは好きです。冬派、私は冬好きですよ。あれ夏好きそうやったけどね。夏か冬が好きって感じですね、うん、めちゃくちゃ寒いんだったらめちゃくちゃ寒い。ああなるほどなるほど。あの風が冷たいくらいの、うん、もう耳痛なるぐらいの冬、あ、そうです、そうです、は好きなんや、うん、は好きです。冬ね、なんかあります、冬の思い出。思い出、うん、私は、うん、まあ今年ね、年越してから、うん、ちょっとスノボとか、はいはいはい、スキーとかに行きたいなと思ってまして、はい、今年それこそ妹が 3,4 回ハマって行ってる、友達たちと、うんうん、でもあのマリンスポーツよりも怪我の確率が高いというか、うん、ああなるほど、っていう噂を結構聞くんですよ、うんうん、なのでまあ行かないようにしてたんですけど、うん、ちょっと行っちゃおうかなみたいな行きたいなみたいな。要は苔なきゃ毛がないんでね、とかあの寒いからストレッチたくさんするとか、うん、のしてやってみたいなっていうのはあります。苔る確率で言ったらマリンスポーツの方がありそうな気がする、ふわふわしてるから水面だから、うんうん、そうそう、やけどまあ言うて一応地面やから、うん、安定はしてるから、ただ地面なんでこけた時のダメージがでかいですよね、うん、いやね、冬、ゆうかちゃんは冬好きなんでしょ。冬好き。何が好きなの冬の。洋服が可愛い、うん、なるほど、洋服がふわふわしてて、うん、もふもふで可愛いから好きです。でもそれ探されへんやん、それあの部屋じゃ探されへんやん。いや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 、出た出た出た、もうそれ掘り返すのやめましょう。でもプレゼントを、うん、誕生日の時にプレゼントをたくさんもらったんです。誕生日はいつの。9月の12です。ああ、じゃあまあ冬っぽいものもらうか。そう、たくさんもらって、でそれで整理整頓しようって思って、めっちゃ今部屋綺麗です。お、う、お、ん。だから大丈夫。まあ持てばね、冬まで。冬まで持てば大丈夫です。冬まで持てばね。はい。冬、まあね、鍋の日っていうことは鍋ですよ。何鍋が好きですか。うわ、私火鍋好きですね。火鍋、ああもう最新だ、うん、最新の情報、火鍋、うん、業務スーパーあるじゃないですか。あるね、業数に売ってる火鍋の素めっちゃ美味しいので皆さん食べてください。それはスープのみ。そうです。あ、スープのみ。でもあのちゃんとあのなんて読めんだろう、細かい唐辛子とかが全部入ってるので、うん、そこに好きな具材入れてって感じなんですけど、辛い鍋、はい、で美味しいです。締めは何で締めるんですか、辛いのでは。ご飯です。あ、ご飯。私はご飯です。お雑炊でいただくスタイルね、はい、お鍋、みゆかちゃん。鍋、私はキムチ鍋かもつ鍋が好きです、うん、もつ鍋ね、もつ鍋美味しいよね。大好きすぎてやばい。あ、よく頼みます、ウーバーとかで。まあ、じゃあまあまあ、でも自分で作るもんではなかなかないか、もつは。むずいからね。難しい。くせえからね。うん。あ、そうなんですか。もつは自分でやると。超大変だしよ。やっぱ、うん、もつ鍋こそお店に行って食べるのが正解じゃないけど。うん、へー。そうね。あと、なんかコストコにもつが、うん、いいもつ売ってるらしくて、え、それ、下処理さえちゃんとできれば、うん、お店級のもんができるらしいねんけど。へー。いやでもまあ外やね。でも私もつが苦手で、もともといつもそう頼んでももつだけ食べないで、うん、他のものだけ食べてます。え、お出汁が好きってこと。出汁が好きです。え、前そうだったよね、行ってさ、そうくれたよね。そう、全部のもつを私にくれて、うん、以外を食べてます、うん、お野菜ばっかりやん。そう、野菜ばっかり。
でもなんかその汁がうまくて、まあね、うまいよね。ニンニク効いたの感じがね、多分そう、美味しい。で油も出てるしね、もつの、うん、もつでも美味しいよ、美味しいもつは。でもなんかお腹がもうやめてくれってすごい言うんですよ、うん、なんかもうお腹 NG みたいな。あ、なあ、当たったわけでもないのに。え、ないけど、なんかお腹がもう、うん、あの脂っこいもの入れないでくれって言ってます。あ、なるほどね。脂っこいもの苦手で、もう食べたらすぐおえーってなっちゃうんで。え、じゃあ絶対ジンギスカンがいい。え、本当に？ジンギスカン。さっぱり。さっぱり。油もさっぱりやね。へ、うん、あの人間の体温じゃ溶けない、ね。え、そうなんですか？そう。あの羊の脂って。え、じゃあいいってこと？だからあのめっちゃ肉でめっちゃ脂でも、うん、全然太らない。へえ、じゃあ食べます。でもでもそれも美味しいとこじゃないと臭いね。え、でもなんか ジンギスカンのオムライス食べたんですけど、うん、ちょっと獣臭かったかもしれない。確かにそれがいいの。いいとこはうまいね。へえ、いいとこ行ったらもうやばい、焼肉よりこっちの方が好きかってなっちゃうかも、うん、ぐらいうまい。食べます。食べましょう。いいところ、いいところでね。はい、いいところって言っても安いですからね、言うて。え、教えてください、今度。あ、いくらでも教えますよ。お願いします。絶対お金は出さないですけれども。連れてってください。情報、情報、情報だけは渡します。情報だけは渡します。情報だけね。あ、ということでね、皆さんも冬楽しんでください。ネオジャパのファイトフォーザレディオ、今夜も最後までお付き合いください。というわけで今夜の1曲目は、ニューヨークでこれを絶対に聞きたいと私は今思っています、うん、はい、聞けてることでしょう。こちらを聞いてください。 JZ でエンパイアステートオブマインド。 JZ 渋い。 JZ JZ なんていうのはもうやっぱレジェンド熱いですから。レジェンドすぎるやろ。俺がだって服屋さんで働いてる時にめっちゃかかってたもん。あー、いいですね。20年前ぐらい、うん、そう。え、でもなんか聞いたことある、この声、この感じ、うん、こうなんかこれが20年かけてめっちゃ発展して今があるみたいな感じやから。うちだからもう今超テンション上がってるんですよね、やっぱアメリカに対して、うん、ああそう。まずこれは絶対にニューヨークで聞く。いいね、いいね。意外とちっちゃい夢だけど、あ、いいと思う。現地で聞いてる感じね。なかなか叶わないじゃないですか、うんうん、だからそういう、ちょっと待って、うちちっちゃい時からのこう聞いてきた音を、うん、ほんまで聞けるとか思ったりとか。そう、ね、いいね、楽しみにしてます。朝絶対聞いてそうだもん。え、わかった。窓とか開けて絶対そう。いいや、そうやってテンション上げるのはいいことでしょ、うん、ジェイズ。ではそろそろ行きます。はい、インターフェームネオジャポのファイトフォーザレディオ、ネオジャポニズムの辰巳沙耶香と瀬戸美瑠子と学年速の奥田がお届けしています。さあ、リスナーの皆さんからメッセージいただいてますのでご紹介していきましょう。ラジオネーム、ナイチチさん、こんばんは。ネオジャパの皆さんは奥田さんと仕事をする機会が多いと思うので芸人さんには詳しいですよね。好きな芸人さん教えてください。ちなみに僕は大阪なので劇場に行ったりするんですが、好きなのは拓郎、火山、からしれんこんです。マイナーって聞いてますけど、まあもう春まで大阪におった僕からしたらむちゃくちゃ知ってる後輩ですけど、イベントとかもいっぱいやってましたし、ご飯もいっぱい行った後輩ですけどね、この3組は。どうでしょう、なんか、あ、じゃあみゆかちゃんは一回ね、はい、ライブ見に来てくれてるじゃないですか。はい、見に行きました。学天則以外にもいっぱいいろんな芸人さんが出る。はい、なんかその時気になった芸人さんとかいます？そりゃもう学天則さんに決まるでしょ。ねえそんなんええねん。え、でも本当に、うん、めっちゃ面白かったです。いや、それありがたいことですけどね。なんか私そのバカだからあんまりそのなんか、うん、あの芸能人さんの名前とか出せても全然わかんないんですよ、うん、でもなんかすごい話題がすごい結婚式とか、うん、めちゃくちゃわかりやすいので、もうめっちゃ腹抱えて笑いました。いや、そのあの時来てくれた、はい、平野ちゃんもミルカちゃんも、うん、二人ともの感想で、いや私バカなんで言葉わかんないんで、学天則さん面白い、なんかすげえ俺らがバカみたいなこと言ってない。なんかちょっと不思議に思ってます。バカにしか伝わらないから。え、すごいわかりやすいって思って。いや、まあね、わかりやすいようにはしてる日ですからね、ああいう時はね。あ、でも、うん、なんか他なんかもっとちっちゃい時真似してた芸人さんとか見ない？でも芸人さんは本当に気になりだしたのが、うん、
悪天則さんたちとお仕事するようになってからなんで、まあね、全然知らなかったんですよ、うん、だからやっぱまあ最高だなみたいな。いやありがとうございます3はいでも俺も俺で芸人するまでテレビに出てる芸人さんぐらいしか知らんかったしね、全然詳しくなかったから。さくちゃん何かいます、気になってる芸人さん。私がいつも言うのは、うん、中川家さん。ああ渋いね。いいですね。いやまあすごいよ、漫才先生ですよ、うん、大先生、漫才先生それこそザって感じじゃないですか。漫才の大先生やね、あれはすごく面白くてケラケラ笑っちゃうのと、うん、今それこそいろんなツールで見れるっていうところから、うん、YouTube とか TikTok で、うん、あのレインボーコントチャンネルっていう、あレインボーね、はいはいはい、あの綺麗な女装してね、はい、そうです。あジェラードン、はい、面白いね。でもお二方は、うん、YouTube とか、うんうんうん、そうね、結構見る、すごい力入れて上げてるしね、数もね、はい、相当今っぽい、うん、そのコンテンツの感じを見ても面白いなと思って、ザ漫才から、はい、ちょっと切り取られてこそ面白いコントまで、はいはいはい、いろいろ見てるってことね。じゃあね、そうですね、結構ね、まあでもまあ確かに中川家さんは緊張するもんだって。緊張する、そう、うわ見てるやんって、学生すぐ中川家みたいな並びになる時もあるから、はい、出番順がさすがに1個前の出番の人の時には舞台袖で待ってるわけよ、うん、まあ、いるやん緊張する、うわ強さ見てるやんってなる、うん、あとは私はあのチョコプラさんの、うん、あの YouTube、 あ面白いね、超面白いですけど、あの、うん、うどんわかりますか。あうどんな全く分かんない、そのうどん食べててえめっちゃ爆笑してるけど、え 目の前で要はカメラには映らへんね、うん、やねんけど男性がね、はい、ズボンとパンツを同時にズルッとズルッと脱ぐのよ、うん、それでそのうどんを吹き出さずに入れるかどうかっていう。ああ、なるほど。そう、それチンコうどんっていう。チンコうどんっていう企画。やっぱな。しょうもない企画。でも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 。面白い。マジ面白いの。ええー、見てみよう。本当に。え、それモザイクかかってるんですか。だから映る映ってない。あ、よかったよかった。そのだからうどん食わてる人だけが基本的にメインで映ってる。そう。あれは、そう無理やね。あれ無理やね。笑ってもだから最初は何が面白いのかなと思って見るんですけど。うん、大爆笑、いい企画よね、企画力があるよね、うん、チョコプラはね、迷惑なしスポットとか、うん、本当に面白いですね、やってるね、うん、さあ続いてもまたお笑いに関するメール来てますね。はい、ラジオネームにごりほのかさん、ネオジャポの皆さん、奥田さんこんばんは。こんばんは。この前修学旅行で行った、いや修学旅行で行ったぶりに、うん、ルミネ座吉本に行って、はい、初めて学天則さんのネタを見ました。ありがとうございます。超面白くて久しぶりにお腹を抱えて笑いました。素敵。おー、ありがたいですね。そして皆さんは修学旅行でどんな思い出がありますか。ぜひ教えてください。修学旅行。まあ、11月そうね、うん。割と高校とか修学旅行シーズンかもね。うん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 、どこ行ったん2人は。私は高校生の頃はもう芸能活動をしてて、うん、修学旅行行けてないんですよ。あら、行けてないんだ。そうなんです。最後の修学旅行は中学。そうですね。中学校どこ行った。中学って京奈良だっけ、京都奈良、京都奈良、京奈良、京奈良っていうの、ギャルすぎない、あんなさギャルすぎない、あんなさ古のところに都をさ古都という古の都を京奈良、京奈良、なんちゅうこと言うてくれてるのそうでしょ。みゆかちゃんどこ行った。みゆかも高校生は行ってなくて、うん、中学も、うん、中学は巨奈良でした。巨奈良かよ、おい巨奈良行くな、巨奈良って呼ぶな。巨奈良で鹿から逃げてた思い出あります。あ、鹿ね、鹿、アメリカも行った。鹿はまあ野生ですからね、うん、奈良の鹿はね、うん、でも学校のその思い出といったら、うん、それこそ一昨日高校の友達と遊んできたんですけど、うん、懐かしいよねって話から、うん、なんか女子校の私立だったんですけど、うん、いろんな行事があって、マナー講座っていう、うん、現役の CA さんが来て全部マナーを教えてくださるのとか、あとは、英語祭っていうのがあって、英語、はい、うん、学園祭とかとはまた違った英語祭っていうものがあって、うん、その日は英語で話さなきゃいけなくて、でなんかそういう海外の文化のものがあったりとかして、うんうん、で一番の見どころは、はい、校庭に人工雪を降らせるっていう。人工雪、どういうこと。なんで、いやもう校長先生がすごく大好きで、なんなんなんそれ。それでなんかだから
あの英語の曲がたくさん流れてて、うん、やっぱそのかぶれてるのは私そこから来てるのかもしれないです。どういうこと、どういうこと。いや、なんか海外感、海外だ、英語の曲流して人工雪降らして、何を思うの、それを見て生徒たちを。いやでもまあ中高一貫で、うん、中学校の修学旅行は海外だったりとかしたんで、うん、なんかみんなそういうところから来てるのかわかんないんですけど、私はだから修学旅行行けなかった代わりにそういう思い出はありますね。俺 PTA やったらこれどういう意味ですかって言いに行くわ俺。学校にこれ、どういうお金の、これでどれぐらいのお金が加算されてるんですか。人工雪にこれ学習ですか、うん、間違いない、言いにくがるな。そうなんですね、修学旅行。うん、何か思い出ありますか。なんか、高校の時の修学旅行で、うん、11時消灯やってん、確か、はいはいはい、早いんですよね。そう、消灯が11時やってんけど、その日あのリングっていうホラー映画、あー、そう、はいはい、リングっていうホラー映画が地上波初放送みたいな時やって、あの先生も見たいからっていう理由でリング終わるまでは起きてていいことだった。めっちゃいいじゃん。24分ぐらい伸びた。なんかいいです、ね、そうフルバージョンやったからその時、うん、2時間で終わらへんかったから9時から始まって、だから11時24分までは見て OK みたいな。見ましたか。見た見た。めっちゃ嫌やった、でも怖かったから。めっちゃ嫌やった。そう、怖ってなって。超青春。青春やな。でもなんか告白とかそんなのする人はしとったけど、うん、やっぱ俺とかもクソクラゾーンにおった人間やから。え、なんか班の中でイチャイチャみたいななかったんですか。何の中、班の中で、班になるみたいな。ああ、班ね、うん、イチャイチャみたいななかったですか。まあ知る人はしたかんじゃん。ああ、俺はもう全然もうそのほんまに男の子と2人でちょろっとお土産買って、うん、で他校の生徒とヤンキー同士が揉めそうなところをとにかく避けて、うん、私修学旅行かな、うん、どっか知らない学校の子たちと友達になってましたね。うわー、うわー、なんでそんなことになるの。陽キャラ、陽キャラやな、写真撮ろうみたいな、だからもうその日限りなんで覚えてもないし、うん、名前もわかんないし、うん、そうやんな、あれなんですけど、え、やばかわいいみたいな、え、かわいいみたいな。確か陽キャラやな、もう絶対無理や、そんな感じだった気がします。なんかどっかの遊園地に行って、うん、中学かな、うん、なんか他校の生徒と、うんうん、なんかこっちのヤンキーがなんか揉め出して、うん、で、なんか外にあるさパラソルとかがあってプラスチックの椅子とテーブルが置いてあったりする、はいはい、なんか休憩するとかあるやん、はい、なんかさそこの椅子をなんか投げ合い出してさ、ヤンキー同士がそう、うん、投げ合い出して全然関係ないやつ、こっちの学校の全然関係ない森岡っていうやつに当たってなんか鎖骨折れてたわ。森岡かわいそすぎるもん、めちゃくちゃテンション下がってたもん。なんか怪我すると本当に萎えますよね。そう、関係ないやつが怪我してたな、うん、死ぬほど笑いそうだったけど、うん、あいつ鎖骨折れてたよ。そういう役の子っているんですよね。言うんよね。皆さんはどんな思い出があるんでしょうか。たくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございます。それではここで一曲聴いてください。パニックでハイホープス。あ、パニックアートザディスコですね。あ、はい、パニックアートザディスコでお願いします。はい、パニックアートザディスコでハイホープス。はい、ありがとうございます。ハイホープス。それでは行きたいと思います。おい、プライベートで、ではどうぞ。インター FM ネオジャパのファイトフォーザレディオ、ネオジャパニズムの辰巳沙耶香と瀬戸美里香と楽天速の奥田がお届けしております。さて今回のチャレンジ企画に参りましょう。はい、はい、ディベート対決再び、はい、再びでございますけれども、はい、8月にさやかちゃん愛ちゃん会でチャレンジしたこの企画でございます。さやかちゃんたっての希望により再びチャレンジします。あ、9月にメンバーに実施した番組アンケートに書いてたんや。あ、これ面白かったんで。あ、面白かった、はい、収録ではさやかちゃんが優勝でしたが、尺の都合で総合優勝の箇所はカットになりましたので、
勝敗については触れないでくださいっていうのを読んでしまいましたただただ読んでしまいましたね。ちなみにミルカちゃんはディベートはさっき理解しましたね。さっき理解しました。うん、論破すればいいんですよね。そうですね、うん、自分の主張の方が正しいんだと。はい、相手の揚げ足を取る。うんうん、まあ性格の悪さが出れば大丈夫です。そういうことです。じゃあ性格の悪さ出していきます。はい、出していきましょう、はい、さあテーマね、何でもいいんですけど、宇宙人はいるいないどっちだと思います？お二人は。いる。いるなあ。あ、いるか一回ね、ちょっとほんまに違うやつで言ってもいいですからね。そうですね、うん、なんだろう、元彼との復縁ありなし。うわ、ちょっと待って、むずいねこれ。よくわからんけどなしだな。おじゃあなしで。なんでなさあ、1日遊ぶならディズニーか USJ。 ディズニー。ディズニーです。あ、ディズニーやな。いや、これでないですか、千葉派、埼玉派。あ、なるほど、千葉派か埼玉派。レペゼン埼玉いるんで。あ、レペゼン埼玉、はい、まあ、埼玉出身やもんね、うん、レペゼンか。でもいつも埼玉情報薄いでえ、そうなんです。だから勝てる自信がない。いや、でも別にさやかちゃん千葉派って言われてもないもんね。でもまあ天下のディズニーがあるんで。あ、もうめっちゃ強いやん。もうダメや。あれダメやってる。なんでもない。ファイマが初めてできたことぐらいしか知らない。あ、埼玉でね。そう、ちなみに犬派ですか猫派ですか。犬。さやかちゃんはどっちでもない、まあ、どっちでもない焼き鳥は塩派タレ派。塩。塩だな。もう塩、うん、ここ一緒なんです。そう、あいちゃんと私も一緒だったけど、多分みるかちゃんと私も一緒なんですよ。さ、そっち3人。え、つくねは。つくねは誰かな。わかんない。え、ファミマとかに売ってるのってあれ塩ですか。どっちも売ってんじゃん。あれどっちだろう。でも多分塩だと思います。じゃあつくねだけに限定してやりますつくねだけに限定して、つくねを食べるなら塩派、タレ派でやってみましょうか。はい、はい、じゃあミルカちゃんが塩派、塩派、さやかちゃんがタレ派で、つくねに限った話で。さあ、ついに、そう、つくねをどっちで食べるのが正しいのかが今夜決まります。はい、それではディベートスタート。塩でしょう、うん、これは、うん、ちなみになんで塩派なんですか。なんかタレってなんか肉じゃないですか、はい、肉にしてはちょっとタレつけるのちょっとくどくないみたいな。あ、なるほど。塩で食べる方が美味しくないみたいな。はい、はい、なるほど。これに関しまして、私普通の焼き鳥の、うん、部位だったら塩派なんですけど、うん、なぜつくねタレがいいかと言いますと、うんうん、つくねっていうのはあの他のお肉よりもあの歯ごたえが柔らかいんですね、うん、なのであの染みます、タレが。おタレが染み込んで、あのご飯にのせた時にすごく、まろやかな味わいがして、で、うん、でいいと思いますめっちゃ途中までよかったって押せるぞってことは、でも塩は、うん、なんかタレってやっぱりご飯にしか合わないかもしれないけど、塩って何にでも合うじゃないですか、はいはいはい、ご飯でもラーメンでも。え、てかあのタレで食べてしまったらもうそっからなんかもう気持ちがいっぱいになってしまう。あ、お腹がちょっとこってりしてるからと。お腹がいっぱいになってしまって他のものが食べられなくなっちゃうから、うんうん、やっぱそのお店とかで行ってつくねを食べた時には塩がいいと思います、うん、でも他の焼き鳥を塩で食べてて、うん、ちょっと塩辛くなってきたなってところのアクセントで一本タレのつくねがあることによって、うん、あ、少し甘さもちょっと補給しつつ、これでよし次もう一回塩の串いくぞってなるわけですね。この甘いしょっぱい、甘いしょっぱい、これが一番美味しいんです。ただ甘いのだけタレだけだとちょっとうちらみたいな人には重いじゃないですか、うん、なのでそこで一番タレとマッチするのはつくねだと思います。そうかもしれない。はい、そこまではい、もう完全にやられましたね。え、だってわかんない。確かにそうかも。そうかも。論破されてしまった。論破されてしまいましたね。ふわふわのテーマでも論破されてしまいましたよ。やばい、ガチガチのテーマでは。でもまあこれに関してはもうちょいつくねに愛がある状態で、うん、リベンジします。確かにつくねね、食べたり食べへんかったりするからな
確かに焼き鳥屋さん行って、調子によるねんな、つくね頼むか頼まへんかって、お腹の調子による月見つくねになった時点でもう絶対頼まへんって決まってるからな私もです、卵黄乗せられてもみたいになっちゃうから。なんでしょうね、テーマ唐揚げにレモン、レモンあり、二人もあり。もうちょいディープなもの、ディープなもの、ないか、なんやディープなもの、家族、はい、自分の家族が家族になるならサザエさんちかちびまる子ちゃんちか、うわ、自分が家族の一員になるならサザエ、うん、どっち、ちびまる子ちゃん、サザエさん、うん、ちびまる子ちゃんの方があんまよくわかんない、家族関係がせや、姉妹でしたっけ、姉妹、姉妹やね、姉妹か、お父さんとか、お父さんのお母さん、おじいちゃんおばあちゃん、あおじいちゃんおばあちゃんもいるよ、姉妹ならサザエさんの方がいいな、サザエさんち、うん、複雑よあそこ、複雑、二家庭入ってるからね、磯野家とフグ家があるわけやから、うわどうしよう、気まずえ気まずそうやね、旦那さんが家に入ってきてるパターンやからね、気まずいけど気まずいけどでも映画の映画鑑賞は字幕それとも吹き替えどっち？どっち？両方見る。ああだよね。だよね。だよね。で僕宇宙人存在しない派なんですよ。あ行く？僕と2:1でやります。ああなるほど。ありありあり。二人ともいる派なんでしょ？うん。いる派です。宇宙人いる派。いる派。で僕はじゃあいない派なんで。はい。うん。じゃあ奥田対、はい、辰巳さんか瀬戸見るか、はい、やりますか、でディベート対決やってみましょうか、はい、お願いします。じゃあ宇宙人は存在するかしないか、ディベート対決スタート。まあ、うん、まず何ですると言えるのかっていうのをちょっと教えていただきたい。なんかもう証明されてます、いるって、うんうんうん、よくテレビとかでも、うん、宇宙人はいるとか、うん、発見されましたみたいな、うん、宇宙人ですって言ってもう出てるんですよ世に、うん、この人宇宙人ですって、だから宇宙人もいます。でも特殊すぎん、なんかさ、うん、なんで一体な、見つかる宇宙人、私の中の宇宙人の定義は、宇宙人って私たちがその未知のものだから言っているだけで、うんうん、うちら以外の人間以外のその生命体というか、うんうんうん、動物ではないけど、うん、そこに生きている何かが、うん、こんだけ広い宇宙の中には存在すると思ってます。なので、うん、それがこれが宇宙人です、これが何とかですではなく、うんうん、何かしらの形で存在はしていると思います。そこは、うん、うちらのまだ人間というテクノロジーの発達とか、うん、いろんなものが達してないだけで、うん、確実に何かは存在していると思います。もちろん何かは存在はしてていいのよ、うん、宇宙だからこんだけ広いから、うん、ただその宇宙人と定義してるものって多分さやかちゃんが言ってるようなものではないよね、きっと。あみんなが言う宇宙人と定義してるものって手足がついてて、うん、目がでっかくて、うん、多分俺らよりはちょっとちっちゃくてみたいな、うん、っていうあのイメージでしょ、はい、の宇宙人がいるって話をしてんだよね今。あに関してはだからさやかちゃんが今言ったやつはおおむね理解できんねん。だから概ねそうだと思う。しないの派かもしれない。そうなってくるとしない派になってくる。ああ、そう、宇宙人とは何ぞやっていうところになってくる。絵に描くようなあれがいるかいないかだといないかもしれない、うん、あ現状ね。でもそれっぽいのはいるんじゃないですか。それっぽいのも、うん、俺は正味いないと思ってて、だからなんやろ、人間がこうなるまでに言うたらお猿さんからもう6万年とか7万年とかかかってるわけや、うん、今、はい、で地球ができても45億年ぐらい経ってると、うん、なった時に確かにそういうものは存在するのかもしれないけど、うん、俺らと同じように同じタイミングで宇宙に興味を持つのかって、うん、はいはいはい、そこの今ある有機体が、俺らはようやくこの状況になって宇宙や、うん、江戸時代はまだ全然宇宙言うてないやん、うん、なんか空とか見てたやろうけど、うん、ガチンコで宇宙開発とかやってるとか同じタイミングで、うん、自分の住んでる星以外に興味を持つタイミングが一緒にならないと出会えないはずやねんこれ。
マンションで隣の人と会う確率こんなに低いんやで。確かに同時に玄関出る確率、うん、こんなに低いのに、うん、どうしようでも全く同じようなこの会話がどこかの星でも今されてるかもしれないですよ、うん、されてるかもしれない。パラレルワールド的なものもあるし、理屈で言うとってなった時に、うん、それこそ存在してる形はこの人間みたいな、うん、あれではなくても何かしらはいそう。います。だって私昔ドラゴン見たことありますもん。ドラゴン、おっとおっと、昔リュウドラゴンっていうか、なんかあの恐竜見たことあって恐竜、そう恐竜を絶滅してるって絶対に、ちっちゃい頃に、うん、遊園地じゃない、あの保育園、うん、で庭で見たんですよ恐竜を。マジこう卵の中にこう割れて、うん、こう羽生えてる恐竜が出てきたんです、うん、こんぐらいでかい、あの本当にこんぐらい、赤ちゃんぐらいでかい、その赤ちゃんぐらいでかい卵から恐竜出てきたの見ました、うん、から、うん、じゃあ恐竜はいるでいいよ、じゃあ宇宙人宇宙人恐竜はいるでいい、宇宙人もいると思います。恐竜はいるでいいけど宇宙人はまだ分からへんやん。えでも宇宙人いなかったら誰も宇宙人って言わなくないですか。だからそれ要は宇宙人いるかいないかは、うん、宇宙人いる派が確固たる証明をしないともう絶対いない派になってしまうのよ。その証明ができてない時点で一旦いないね。その中でもいると言い張るならいると言えるように研究が進んでるってことですもんね。外にようやく行き出してみたいな、うん、でなんか空がこっち見てるみたいな。でもあれです、宇宙に行った宇宙飛行士さん、うん、大体の確率でみんな宇宙人いるって言うんで、うん、あ宇宙飛行士、はい、宇宙飛行士はもうだってもうふわふわしてるで夢叶えてんねんで、その時夢叶えてるからもう何でも見えちゃう、何でも見えちゃうよ。どうですか、いますか。います宇宙人はいます。はい、これはもう平行線です。平行線でした。最後スタップ最後みたいになったんでね、もうこうなったら終わりですよ。います。まあこんな感じですよね、ディベートってね。うん、うん、なんか理路整然となんかそれっぽいこと言ったら勝てる、勝ち勝負になるという。でも奥田さん強かったです。なんかあわわってなっちゃいました、うん。会える確率の話ね、これは。うん。うん、っていうね。はい。まあでも次はまたね、うん、その自分の考えと逆でいくというパターンもありますからね。はい、ディベート、なんやったらディベートはそっちの方が楽しかったりしますから。なるほど。いないと思ってんのにいる派で戦わなあかんかったりするっていう。そうそう、またちょっとやってみましょうか。はい、また違う相手変えてね。はい、でもだからさやかちゃんおるからギリ成立する感じはするけど、ね、他のメンバー同士やったらもうなんかよくわからない、どうなんだよ、ね、DJ ってどうなんだよね、わかんないですけど。さあというわけで、今日はまあまた次回持ち越しということで勝敗の方はね、はい、はい、ということで以上ディベート対決でした。それでは今日最後にお届けする曲です。ネオジャポニズムでロボトミーランド、ロボトミーランド、ロボトミーランドすいません、はい、ネオジャパニズムでロボトミーランド。はい、ありがとうございます。宇宙人な、おった方がロマンはあんねんけどな。いると思いますよ。でもだって日本人がいるんだもん、あ、うん、人間がいるんだもん。え、てか恐竜の話で、うちそうだ奥田さんに聞きたかったんですけど、うん、恐竜って色が本来わかんないのにみんながイメージでつけてるじゃないですか、うんうんうん、それを言われるまで確かにと思って、うん、で今の研究で、うん、めちゃくちゃ鮮やかな鳥も、鳥じゃねえや、うん、恐竜もいたんじゃないかみたいな、うん、あるねっていうのを見て、うん、確かにと思って、うん、そのうちらの恐竜イコール茶色緑みたいな、緑とか、うんうん、あ、そっか、うん、というのがあって、なんか恐竜雑学ないですか、ね、恐竜雑学、ティラノサウルス走れるわけない。いやそりゃそう、大きい体だから、うん、だって手こうやってなってるもんね。手こうなってて足もちっちゃいやん。でも走ってるよう なイメージじゃん、ジュラシックパークとかって、はいはい、でもあのめっちゃ痛風やねんって、そうなんだ食ってるものが一食しかないから、うん、そうだからティラノサウルスは寝そべって口開けて待ってただけらしい。おもろ、うん、ってなったら、ね、多分保護色やから、うん、あいつは多分茶色とか緑っぽい、うんうん、やけど他に走り回れる強いやつとかは捕食されるぐらいなら、
色鮮やかになって目立って避けられた方が生存確率上がるから色鮮やかパターンも全然あるやろ、うんうん、それこそうちらがね人類が勝手にまあいろんな研究を元にしてるけどジュラシックとかそっち系のを見てるから、まあ、そうねめちゃくちゃ強くてまあ爬虫類みたいなものもヒントにしてるやろうし、うん、でも金色の蛇がいるぐらいから金色の蛇、うん、真っ白の蛇とかいるやんこの世にはいるってなったら全然色付き恐竜は全然おったやろ、うん、山盛りえ虹色がいいねじゃあでも本当にそういう、ね、虹色おったらしいいるの虹色級もおったらしい かわいいそれを最近そういう話になんかなって、うん、確かになみたいなすごいよね、うん、へえ恐竜はいたんですもんね 100% いたんだ地球上の覇者やったからあその時代は結構長いよあいつらじゃすごいまだ生きてるかもしれない恐竜とかで、まあ遺伝子ぐらいは残ってるかもしれないけど、うん、あのサイズにはもう発展せんやろでかすぎるもん確かに、うん、ではエンディングいきたいと思います、はいはい、ネオジャパのファイトフォーザレディオそろそろエンディングのお時間ですはいやっぱね、うん、もう実際はもうこの放送日の頃にはアメリカから帰ってきてるんですよねそうです、うん、帰ってきてもすぐぐらいじゃないですか、ね、そうね、うん、この頃はだから今家でゆっくりしてるぐらいの時もう寝腐ってます多分時差もあり、うん、時差のダメージもありでもう寝腐ってますね多分おそらくねじゃあ自分たちで聞いてください、はい、日本でぜひ聞いてください、はい、さあということで、帰国後のライブ情報などはあなるほどね、帰国後のライブ情報などはネオジャポのホームページ掲載されているものでリスナーの皆さんもチェックしていただけたらと思いますそしてはいここから番組のお知らせです番組ではリスナーの皆さんからのメッセージを募集中メッセージは音声プラットフォームオーディにある番組ホームページのメッセージフォームからお願いしますそして番組を聞いた感想をツイッター今はツイッターじゃないかあ、X です X でございました、はい、そして番組を聞いた感想を X でつぶやくときはポストつぶやくでいいみんなねそして番組を聞いた感想を X でつぶやくときはハッシュタグネオジャポラジオハッシュタグカタカナでネオジャポラジオでお願いしますまた音声コンテンツを楽しめるアプリラジオクラウドとオーディでは放送した音声のディレクターズカットバージョンそして日付変わって今日水曜日の21時からは収録の模様を YouTube 動画インター FM 公式チャンネルでアップしておりますはいなんか途中でなんか恐竜の話もきっとしてるのでそうですね、はい、YouTube で確認してもらいたいと思います、はい、というわけでネオジャポのファイトフォーザレディオここまでのお相手はお笑いコンビ学天則の奥田修一とネオジャポニズムの辰巳さやかと瀬戸美瑠香でしたせーのお疲れ様でしたはいありがとうございます OK です、ありがとうございます